風が冷たいですね。さあ、山形絶滅危惧レシピ第18弾は鶴岡市は大山地区にやってきました。ちょっと見てください、この建物すっごく歴史を感じる看板が掲げられてますね。何屋さんなんだろうな。ちょっと入っちゃいますね、寒いから。え、何のお店なんでしょう。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。ズバリこちら何屋さんになりますか。漬物屋になります。漬物屋さん通りで、見てください、これ全部漬物ですか。端からずらりと並んでますね。すごい。取り扱っている漬物何種類ぐらいあるんですか。今ここに並んでるだけでも 2,30 種類ぐらいですね。年間になると 4,50 種類とかなりますね。お店の歴史ってどのぐらいなんですか。はい、創業が明治41年で、私で4代目ですので110年以上経ちます。すごい老舗。はい、この中でこう一番の人気って何ですか。はい、今の時期はですね、赤株が旬ですので、一番人気はこの厚み株の甘酢漬けです。綺麗、見てください、この鮮やかな色合い。やっぱり鶴岡といえば厚み株有名ですよね。そうですね。はい、こちらのお店ならではの変わり種といいますか、はい、なんか面白いものってありますか。面白いものはですね、チーズの粕漬けなんかが、ね、大変最近人気です。蔵王チーズでクリームチーズなんですけども、うん、それがそのまま酒粕でこう漬けられているような感じです。ワインとか日本酒のおつまみでぴったりあります。蔵王チーズ粕漬け黒 T1 グランプリ2019審査員特別賞です。すごい賞取ってるじゃないですか。はい、ありがとうございます。ちなみに T1 グランプリって初めて聞いたんですけど、はい、何ですか。漬物グランプリみたいな、日本一を決めるという大会です。わかりました。私今回の山形絶滅危惧レシピ第18弾、ズバリ作るのは漬物、中でもやっぱり旬のでれん厚みかぶ、またはやっぱりお店の名物ザオチーズの粕漬けですね。違います。違います。今後のレシピはですね、はい、本当に珍しい、まさに絶滅危惧種にぴったり の野菜を使います。もうぴったり。ぴったりです。楽しみ、どんな漬物なんでしょう。ではレシピご紹介ください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回絶滅危惧レシピにもうぴったりだという食材何でしょうか。それはこちらです。じゃじゃん、出ました。これは藤沢株という株です。藤沢地区で採れる株です。鶴岡の在来野菜の一つになりますか。そうですね、はい。これでこのままいけます。いけます。笑った。普通はイカ。イカないないんだ。けどもいけます。いけます。はい、なるほどな。行くか行かないかはじゃああなた次第ってことなんですね。どっちなんだいってことです。どっちなんだい。行くのかい、行くのかい、行かないのかい、どっちなんだいってことです。行ってみようかな。行きますよ。やっ、パワー。いきます、せーの。うん、すっごいシャキシャキいい音する。あ、うん、ちょっと辛みがありますね。そうです、ちょっと辛いんです、この株ね。はい、辛みがあって、なおかつすごくみずみずしさも感じます。はい、絶滅危惧レシピにぴったりな食材って言いましたよね。はい、もしかしてこちら絶滅しかかってるんですか。そうなんです。本当に2軒ぐらいの農家の人しか作ってない珍しい株です。ちなみに途絶えたことってないんですか。1回途絶えたんですね。私の父親ができた分全部買い取るから、もう1回作ってくれって作ってもらったのが多分きっかけだと思います。お父様グッジョブですね。そうですね、その心意気。お父さんさっきお会いしましたけど、はい、私本当心からありがとうございますって言いたいです。はい、ありがとうございます。今あの音声さんの耳が本当やめてっていう言われて、間違いなく絶滅危惧レシピレベルは5です。5です、来ました。どういう漬物にするんですか。今日はですね、はい、甘酢漬けにします。おお、甘酢漬け。はい、ご家庭で簡単にできるような感じにアレンジしてありますので、プロの技レシピご紹介ください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、
藤沢株の甘酢漬け、余すところなくて食べて教えてください。よろしくお願いします。お任せください。やっぱり主役からですか。はい、主役からいきましょう。はい、はい、まずですね、下のひげを落としてください、はい、このぐらい、はい、はい、じゃ切っちゃいます、はい、せーの。一口サイズにこう切っていくんですけど、藤沢株は細くて長いんで、こうくるくる回しながら切っていくと綺麗に切れます。こんな感じでこう切ってもらうと。おお、はい、回しながら。お、こんな感じですか。そうですね、はい、あ、このサクッといい音しますね。どのぐらいやりましょうかね、グラム的には。300グラムでいきましょうか。つけるのはこれを使います、はい、お、ビニール袋、はい、せっかくなんでちょっとプロ仕様ということで、ここはあえて2回つけます。へー、2度付け。2度付けです。菓子屋根とかだと2度付け禁止だけど、今回はあえての2度付けです。1回目のつけるのを下付けって言います、はい、1回目の下付けは塩でつけます。野菜に含まれている水分がこう出ます。でその空いたとこスペースに2回目で調味料を入れるみたいなイメージですね。なるほど。では早速、じゃあビニールに全部入れてください。はい、はい、はい、入りました、はい、そして、水を60ミリ入れてください。はい、はい、そして次、これお酢、醸造酢、ご家庭にあるやつでいいんで、だいたい3度 4.2 ぐらいのやつを使ってください。え、ごめんなさい、今の。え、なんておっしゃった?4.2% の。4.2%? はい、3度。3の値です。ああ、びっくり。3度、3度じゃないですよ。なるほど、3度、3度。はい。本当にもう。3度、4.2。はい、お、大さじ2です。塩大さじ1お願いします。大さじ1、はい、ビニールを持っていただいて、はい、ガシガシしてください。ガシガシ、はい、貴重な食材たちをそんなガシガシと扱っちゃって、うん、いっちゃってください。本当にいいんですか、はい、本当に、はい、いきますよ、はい、せーのどうですか今のガシガシ具合。想定外でした。塩の粒子で表面に細かい傷つけるみたいなイメージです、うん、こんなんでいいです。もう面ごいのでいいです。面ごいのでいいです、はい、ちょっと愛しさが伝わったかなくらいでいいんですか。切なさとですね、愛しさと、はい、なるほど、篠原涼子ですね、はい、でちょっと空気を抜いて縛ってください、はい、空気を抜く、はい、いやそんなガッツリなくてもいいですなんかもう一つ一つがごめんなさい本当に一つ一つがパワーが過ぎて、うん、どうだ OK です。はい、大丈夫です。でこれを一晩冷蔵庫で寝かせます、はい、冷蔵庫で、なるほど、はい、ただこのままの状態でずっと置いておくとこうムラが出るんですよ。あ、下だけ使って上があんまり浸からないみたいな感じになっちゃうんで、何回かこう、まあ1回でも大丈夫ですけど、うん、こうひっくり返してもらいたいんです。へ、そうすると均一に浸かります。ということで一晩炊いたのを、はい、準備してくださってありがとうございます、はい、あ、すごい、もう液体がピンクというよりも結構しっかりと赤色になりましたね、はい、では一晩寝かせたものを、はい、さらに液は捨てちゃいます、はい、本漬けしていくわけですね。ここからチャルトボールに入れます。でもう一個新しいビニールに漬け汁を作ります、うんうん、はい、入れていきましょうか。じゃあまず砂糖からいきましょう。はい、はい、では、はい、砂糖大さじ5です。酢いきましょう。はい、じゃあ、はい、さっきと同じ酢です、はい、大さじ1で、大さじ1、はい、これは焼酎です。今度天然とはいい言葉だ、はい、焼酎を入れるんですか。はい、そっちは大さじ1弱なんで、もうひたひたじゃなくてもいいんで。はい、じゃあさっきと同じにこれを入れてください、はい、ここに下付けした藤沢株を入れます。せーの、ドボン、はい、はい、そしたらさっきと同じではなく、なくて
柔らかくもね、あ優しく、こう優しく美味しさよ染み込め染み込め、こんな感じですか。そうですね、こんなんでいいです。はい、はい、で、まあ、さっきと同じようにこう空気を抜いて縛ってください。はい、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 てってれできました。 OK です。で、これをまた冷蔵庫に入れます。また一晩、ほら、3日ぐらい、結構いただくまで、はい、期間があります、ね、必要なんですね、はい。これもさっきと同じで途中であの水が出てくるんで、はい、あの何回かこうひっくり返してこうもらえるとこう均一に使います。なるほど。完成品がこちらです。じゃじゃーん、もう3日以上そうですね経ってるんですかね。はい、はい、3日目から食べれます。なるほど、3日目からということで、はい、しっかりつけるとこんなビジュアルになります。だいぶちっちゃくなりましたね。はい、はい、では出しちゃいます。はい、はい、わー、しっかりつけるとこんな感じ。ほら、かわいい小ぶりなお上品サイズになりました。盛り付けます。盛り付けもセンスが必要そうなんですけど、天下でいいです。天下で、はい、こんなんで、天下です。はい、はい、ということで、たらん、とってもとってもとっても貴重な食材でございます。藤沢かぶの甘酢漬け完成です。いざ実食ですね。実食です。はい、もうね、甘酢のこのいい香り、食欲をそそる香りがはーっとしてて、もうすぐにでも食べたかった。いいですか、味わって、はい、いただきます。いい歯ごたえです。もうしっかり聞こえましたね、はい、藤沢かぶの、うわ、ピリリッとくる辛み、きますね。辛み特徴のかぶなんでね、はい、嫌な辛みではなくって、これちょっと角が取れた辛みと言いますか、はい、美味しい。あとはね、この甘酢の味付けですよね。酸味の中にもやっぱしっかりこう甘みが感じられて、これも真っ白なご飯とね、一緒に食べたいですね。藤沢かぶの味わいを楽しみつつ、甘酢の味わいも乗っている、まあ、これが二度漬けしたからこその美味しさなんですかね。そうですね。冬の鶴岡、美味しい漬物っていうのは厚み株だけじゃなかったんですね。そうですね、藤沢株という株があったんですね。藤沢株もそうですけども、厚み株もそうなんですけど、こういう株が出ると、あ、冬が来たなっていう感じはします、うん、もう本当に漬物屋っていうのは季節季節で漬けるもの全然変わるんで、こう季節を感じられる職業ではありますね。どういう思いでこれからも藤沢株の漬物っていうのを作っていかれますか。これはですね、やっぱりこの地にはなくてはならないものだと思いますし、本当に貴重な株ですので、今後もずっと漬物を作り続けていきたいなと思います。まあ、まだ今作る方が本当にまあ少ないので、うん、もっとたくさんの方こう作ってくれる方が増えてくれると嬉しいなと思いますね。そのためにも、まずはその藤沢株ってどういう美味しさなんだろうっていう、その美味しさを漬物を通して気軽にね、知っていただいて、残さないとで作ろうって思ってくださる方がどんどん増えていくといいですよね。ありがたいですね、そうしていただけるとね。いや、本当に冬を感じますね。これは、おいしい。これはもうご飯も合わせてもりもり食べてパワー、しっかり冬を乗り越えていただきたいですね。そうですね、はい、こんな力の出る美味しい漬物でした。ありがとうございます。ありがとうございました。